関根正夫は、キリスト教無教会主義の伝道者、旧約聖書研究者。東京生まれ、国文学者の関根正直は父。普通文学者の関根秀夫は兄、国文学者の関根恵子は、姉、東京大学名誉教授で、旧約学者、倫理学者の関根製造は息子。洋区大学教授で、経済学者の関根智彦は甥。い。 東京帝国大学法学部及び文学部卒業。大学時代18歳の時に、内村聖書研究会のペテロ組に入会を許され、内村勘蔵の訓導を受ける。1939年から1945年まで、ドイツに留学、旧約の神についての論文で、進学博士。1949年、塚本寅寺から独立して、キリスト教伝道に従事する。 1964年、東京教育大学教授。従来の聖書訳とは異なる岩波文庫版の読みやすい、旧約聖書の翻訳を提供した。著作は、関根正夫著作集、全20巻にまとめられている。日本学士委員会委員。聖書の信仰聖書と現代信仰と、人生旧約聖書、除雪旧約学論文集、上旧約学論文集。 中級薬学論文集、下、も、いざや書中会呼ぶき中会、死編中会、上司編中会、中司編中会、仮想政時代公開エレミア書中会、上エレミア書中会、過信名機公開、上神名記公開、下、ローマ人への手紙公開、上ローマ人への手紙公開、中ローマ人への手紙公開、下、ありがとうございます。